と、うん、収支の一部をプレゼントする企画です。はい、恒例になりましたね。はい、3回目。はい、うん、お待たせしました。はい、はい、もう楽しみに待ってる渋谷さん1月どうだったか発表していきますね。はい、発表してください。言っちゃいます。はい、1月の2人の合算収支、はい、はい、100万いったら、10万円ぐらいプレゼント。10万損失したいから損失1万円プレゼントですからね2人で106,475円です。もうひどい、ひどい数字だ。ひどい数字、過去最低収支出てしまいました。はい、10万6000円なんで2000円の Amazon ギフト券をプレゼント。はい、よかった。2000円ですね。はい、させていただきます。はい、はい、うん、じゃあ大喜利で決めんだね、またね。そうですね、うん、あ、今回確か大喜利は西村さんがね決めるってことで考えてくれましたか。考えました。考えました。お、はい、何でしょう今回の大喜利は。はい、まあ、いろいろ考えたんですけどね、うん、あの1月なんかあったかなとかありましたね。ね、いろいろ考えたんだけど、うん、まああったっちゃあったんですけど、まあちょっと目立ったね、はい、ものはなかったんで、はい、じゃあまあよくあるようなお題にしようかなと、はい、思ってます。はい、はい、お題は、はい、パチンコって言って、はい、差し入れでこんなのは嫌だ、そういうお題です。ああ、パチンコ打っててこんな差し入れは嫌だ。はい。あ、なるほどね。これね、演者さんとか、はい、でも全く関係なく、まあ友人同士とかもね、はいはい、全然怒れると思うんですよ。コーヒー買ってきたよとかね、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、あの差し入れこんなの嫌だよ。そういうお題にしようかなと思ってます、うん、はい、確かにね、1月ぐらい入って僕らもね、まあ、ありがたいことにだんだんね、うん、知名度がついていって、まあ、少しずつではありますけど、うん、結構差し入れいただけたりとかね、声をかけてもらったりとかする機会が増えてきましたからね、うん、はい、まあ、僕はね、もう3回目なんでだんだん分かってきたんですけど、はい、僕も皆さんもね分かってきてると思うんですけど、まあ、得意じゃないですか。得意じゃないんですけど、その中で僕が思った答え言っていいですか。はい、言います。じゃあお題出しますか。はい、はい、じゃあお題言ってください。パチンコ打っていて差し入れをもらった、この差し入れは嫌だ。はい、何、はい、梱包されたまんまの電子レンジいや、重いからと思ったら確かにね、うん、それはね、困りますね。困っちゃうね、嬉しいんだけどね、うん、はい、はい、という答えでした。カラコは僕言っとこうか。カラコはね、はい、とりあえずね、うん、はい、じゃあ行きますよ、はい、こんな差し入れをもらったら嫌だ。ではどうぞ。こち亀戦艦。こち亀戦艦な。かぶりましたね。重い重いでかぶりましたね、ちょっとね。あ、そっか確かに香り重いでちょっと被ってですね、はい、こういうレベルでいいので、はい、ぜひまたコメントいただければと思います。はい、はい、うん、応募方法等々ですね、動画の最後の方に、あと概要欄の方ですね、うん、まとめておきますので、そちらはご覧になってください。はい、一応条件としては、Twitter ですねのフォロー、あー、うん、と、あと、まあ、このチャンネルの登録ですね、はい、この2つの条件を満たしている方で、一番面白い大喜利を出された方、はい、その方が、2000円もらえるという風になっておりますので、はい、ぜひね、ご注意くださいませ。はい、うん、あと前回やったのが1人2コマ、3コメとか知ってる方いましたけど、あれは、どうしますか。最後に書いたのにしますか。それとも2コメした時点でしかぶりするか、まあ、一番最後のコメントを、はい、採用すると、はい、途中でもっと強いの思いついたらと思ったらまた書いていただければそれがそういう時の課題ってことになりますので、そうね、はい、はい、それようにしましょう。はい、うん、2月も頑張ります。はい、皆さんのご応募お待ちします。はい、はい、バイバイ。バイバイ。